現役をやっつける。完全に本気モード入ってる。めっちゃ本気モード入ってる。皆さんこんにちは。本日のカープライブ、なんとなんとなんと杉尾さんと私が夏の陣で土下座しましたので、はい、大湯さんに土下座してもらおうかということで軍政に来ております。イエス、ね、その前はすいませんでした。もう空気読まずにもうあんなちぎっちゃったら ね、もう絵的につまらない、つまらないですよ。いや普通は大湯チャンネルのことを考えたら3台でまとまって最後ピュンといくとかね。そう普通はそうやってことない。お前逃げちゃうんだ。逃げちゃう。でも見えなくなっちゃうんだ。確かに。でもね、僕らちょっとあの GT みたいなバトルしすぎちゃったんで、ちょっとあれやりすぎだよね。いやそうですね、あれはちょっとやりすぎ。2人で盛り上がりすぎちゃったんで俺全然冷めてる。ですよね。まあその回もあって今回はね軍祭でっていう。土屋さんやっぱり走り慣れてますもんね。ここはカープライムで、はい、夏の陣パート2。パート2早くないですか。いやすぐやりましょうよ。すぐやりましょうよ。一応さね、大湯さんに打診したら OK だって言うから。ですよね。そうですよね。上等だよ。やってやろうなんで毎回ここ壁あるんですか。ちょっと違うから。あんな夏の陣パート1で逃げちゃうな。逃げちゃいますから。ね、3人で仲良くバトルしながら最後ビュンっていくんならいいけどさ。だからちょっとね、あの大井くんが逆に S2000 持ってきたからわざわざ僕も Z を持ってきたんで、多分それなかったら僕ずっとスカクで行く予定だったんですけど。俺なんか愛も変わらんからね。すごいですよ。86素晴らしいですよ本当。スーパーマネ、ねね、ということでルール説明。はい、ルール説明。まずは、まあ、お互いの車です。はい、お互いの車で、あのグリーンのパイロンがあります。はい、グリーンのパイロンから駆動系が割とボロッチンで割れます。駆動系はゼロスタート、回転上げないで一速でそのまま転がしながら出ていく。でゴールもグリーンのパイロンと赤のパイロン、あそこがゴールです。だからグリーンからスタートして一周回って、で最終コーナー出てきて赤いパイロンからフルブレーキングしてここで止まる。でその一周のタイム、はあ、違う、ちょっと心配だね。いやー走れるかな。大丈夫かな。軍祭初だよね。初走行なんで。初走行だってさ、受けて立つって言うんだもん。そうだよね。まあ軍祭だろうがなんだろうが大湯さんが受けて立つって言うから来たんですよ。まあそうですね、僕もそれに乗っかって、ね、来たっていうことですから、ね、はい、ということでじゃあその一周のタイムで競いたいと思います。はい、今回は土下座させてやる。土下座させてやる。絶対に。なんか壁あるんだよな。そんなことないよ。仲良しさんに。仲良しさんにいますよ。昔あの土屋さんと僕はあの NSX 時代一緒に走ってたんで、ね、そうそう、ここはもう壁はありますよ ね、だけど大湯君はさ、俺がだって大湯君が生まれる前に活躍してたから、俺のことなんかただの親父ぐらいに。いやひどい、それはひどい。え、それはひどい。一応監督やってたじゃないですか。やってもらってたんだ。あ、ということで、はい、では3人で練習走行をした後1周ずつのタイム計測、1周にする？2回にする？もう任せます。任せます。そこは時間があれば2回でも1回でも。俺はね、やっぱあなた方は初心者だから、この軍祭2ラップいいですよ。マジっすか。2回アタックでいい方のタイムをどうぞ。マジっすか。あ、もう、ね、で俺は慣れてるんで1周で結構です。すげえ。すごい自信だな。すげえ自信だな。やっぱちょっと僕ら怖いね。怖いです。さあそれではね、走り味夏の陣パート2行ってみたいと思います。今日三四郎っていう名前に決めたんで、今決めた Z34 だから三四郎らしい。三四郎くんと二郎くんとスーパーマメ、スーパーマメ、マメちゃん、マメちゃんね。いいですね、この3つのこう違いが。大輝たち、二郎、三四郎、マメちゃん。去年のバトルから履いてるタイヤだよこれ。ですよね。そうだよ、だからもう結構減ってんだよ。
どれだけ減ってんの？僕のももうだいぶ減ってます、うん、もう ほぼほぼもうないです、うん、そうですね、外側。ああ本当だいいっすね、みんなあれほぼ新品で、新品っすねあれね、はい、いやいやいや、せっこいやつだね、絶対バリバリ使った中古ですから。あ、まあ使ってあるか、ね、あ、まあ、使ってある、ね、一応使ってある、うん、使ってまあ溝はでもある、まあ秘策ありますけどね。お、なんだこの秘策って、ね、ちょっと嫌だな秘策。まあいいよ、じゃあ、2人で練習走行行ってきても本当ですか、いいですか、うん、練習してもいい、全然いいじゃん、いいですか、別に引っ張ってあげてもいいけど、いや、まあまあまあ、あ、そう、じゃあ引っ張ってもらおうかな、あ、じゃあ杉尾さんは引っ張りましょう、お願いします。大湯さんはなんか一人でいいみたいなそうか、自信あるね、あるね、自信あるね、本当、まあ、負けられないな、まあ、今んとこ王者なんで、王者今日は加点パンにやっつけてやろう、本当に5点パンにやっつけてやろう、はい、それでは練習走行行ってみたいと思います、どうぞじゃあ大湯さん先頭、僕まだコース分かってないですからねいいよさあまずは練習走行行ってきます。いや、ちょっと、なんと大湯早いわ大湯早いけど、道分かってないですよ、僕あんま、うん、大湯早 いもちろん走る、あ、ちょっとだけ、一周、あと一周だけ、うん、タイヤ変えます。大湯早い、早いわお湯早い、ちょっと早い本当に、いや、だって俺汗かいたもん僕ついてくる必死だったお湯ちょっとやばいぞ、やっぱあの上り早いわ、上り、あ、ヘアピンみたいなとこから、 あそこから先は全然離されちゃう、 あそこはやっぱこっち分ありますね、あるよな、一番ありますね、そこ早い、やばい、やばい、これは勝てないと思う、よし、じゃあプラス秘策を何一作？計測は手だから。うん。いくらでも遅くできる。ひどい。いくらで。これちょっと俺本気でいくよ。いやマジでホットバージョンのあの心拍数でいくよちょっと。今の大湯などついてったら結構速い。僕ちゃんと心拍数測っとこうかな今日の。アップルウォッチで心拍数測れるから。今もうここ走っててもう200ぐらい行ってますよね多分僕ら。絶対行ってますよ。でもさ、なんか、でもこのコースさ、なんかやっぱりあの普段走ってないからかわかんないけど面白いね。いや面白いよ。楽しいです。だからあの一人で走るっていうよりもこうやってみんなで走るから面白い。面白い。多分一人でタイムアタックしてたら怖いだけだけど、うんうん、みんなでこうやって走るとなんか峠攻めてるみたいで。うん、そう。のいいよね、うんうん、やっぱり楽しい、大事だと思う、はい、それぞれの違う、まあ、ね、キャラクターを車でじゃああと1回の練習走行を入れて、はい、1人ずつのタイムアタックを2回、2回、そのタイム順で後半午後はイニシャル D バトルに入ります。入りました。リバースグリッドでいきます。そうですね、うん、OK です、まあ、それぞれがトップを走るのを取りましょう。三周やりましょう。三周やりましょう。うん、うん。うん、というわけで今の早かったよ。早かった。いや、いやだから、これはちょっと本気スイッチ入れないと無理かなと思ったもん。あ、本当ですか。俺結構もう限界に来てるけど、ちょっと石になりかけてるんだけど。危ない危ない。危ない危ない危ない。危ない危ない歩いても俺はブレーキ開いてない。ブレーキ、ブレーキじゃないところで攻めるしかない。ブレーキじゃないところで。様はですね、ここなら勝てると天狗になってるのでへし折ってやります。ニュータイヤ履いたんで頑張ります。5、4、3、2、1、はい、
けどね。グリップしてるよ、しっかり。タイヤがいいね。58秒78。これ早いです。早いですね。いやー、しびれる。結構今早かったんじゃないですか。2分58秒。結構早いですよね。3分切ってる。3分切ってるって早い。はい。はい。よし。結構今はいい感じに攻めれた。攻めれた。いや、早い。コースいいよですね。まあまあ踏みましたね。よし、これで。やばいよな、ブレーキな。ここやばいですね。やばいよ。めっちゃやばい。めっちゃ上がりますね。ゴーは大井くんに負けないように頑張ります。5秒前、4、3、2、1、はい。
来た。55秒。やっつけた。大湯をやっつけたぞ。何秒？マジ？いやーやべえ。マジ？55秒。いやーめっちゃ緊張した。すげえ。大湯さんにマイナス3秒です。やるねニスモワークス。なんかすげえ。ドキドキ。Z ですごいっすよね。え？Z で頑張ってます。いやすげえよ。結構でも2回ぐらい石になってちょっと危なかった。ああ。多分これ以上無理だ。多分。すげえわ。S2 より3秒速い。すごい Z ですね。はい。すごい Z。もうでもちょっと足ガクガクしちゃって。マジっすか。やばい。はいよ。55秒は速いよ。やばいっすね。土曜日の Q1 とか Q2 とかそんな感じ。迫力が。ああ。いやー。さっきもそこでギアもうガーッとか言った瞬間、やべえみたいな。2足にうまく入んなかった。3秒早い。いやちょっと怖かった。すげえ。はあすげえ。このセットすごいっすね。そう考えたらね。はあ、いや3秒。はあ、さあ大湯。大湯多分めっちゃまた限界攻めてきそうで怖いっすね。いやだけどさ、あの足はさ硬すぎる。ちょっと硬いですよ ね。跳ねてますよね。ストロークはないし硬い。そうですよね。ここはねやっぱギャップをこういなせる足じゃないと絶対ダメですよね。まあ俺も人のこと言えないけどね。俺の跳ねまくり。僕のはもうリバウンドめっちゃ取ってるんで、多分リバウンド取ってる分だけだいぶ良かったかもしれないですね。バネレートは変えてないですけどね。あ、そう。バテレート変えずにリバウンドだけうまくちょっと。さあ大湯の2本目。そう大湯くん頑張ろう。大湯。わあ緊張する。さあ大湯さん2本目です。行ってみます。5、4、3、2。はい。やべえ本気出してるあいつ。やべえ今なんか全然違う、なんかそこの入り方がもう全然違った今。あぶね。新品なんてもったいないですよね。どういうことどういうことどういうこと。いやーほんと大人げねえやつだよ。大人げないっすよ本当。さあ3秒縮めてくるか。くるか。いやー縮められたらちょっと自信ねえな。いや3秒はでかいよ。でかいっすよね。Thank you.
やった。よし。てか S2000 に勝ったZってすごくないですか。なかなかいない。軍配初っすよね。うん、嬉しい、めっちゃ。超嬉しい。軍配でZに勝つってなかなかないですよね。ない。杉尾さんの1秒打ちです。なあ。よし。よし。いや、ニュータイヤ履いても俺が勝った1秒、1秒あー、負けた1秒 S2000 一番早いんだって、ここはここが S2000 の魔王なんだから魔王に勝ったのは嬉しいさあ負けた。めちゃ嬉しい、日本に行かなくていいじゃん。いいっすね、もう勝ったんだから、もういいっすね。いやどうもニュータイヤ入れましたよね。はい1秒負け。もうすいませんでした。やった、今日の結果できる。よし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 。いや、土屋さんお願いします。私の一本勝負いってみたいと思います。一本勝負いってみたいと思います。日産のエースとホンダのエース、現役をやっつける。土屋さん、1コーナー濡れてるんで気をつけた方がいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。安全に、安全に。安全に。行きます。5秒前。4、3、2、1。土屋さんのスタート絶妙だね。絶妙です。絶妙。ホイールスピン一番いいスタート決めましたね。ホイールスピンさせない。しかも結構ハンクラ使ってたね。いや使わないっていう約束だったのに結局みんなやってます。みんなやってるよ。そうだ。忘れさせThank you.
早いっす。早いっす。何秒？55秒、うん、56秒、57秒です。マジ？マジ？おめでとうございます。こんな一生懸命走って、こんな一生懸命走って57秒。いやけど踏みっぷりがやばかった。やばかったです。音がもうアクセル踏んでるのが全然戻ってなくて、僕らどんだけ踏んでるんだみたいな。土屋さんすげえとかって。すげえ。だって出てくるところのあの半端なかったです。あの外側のギリギリのところが。やばかった。やばい。飛んだ。車ボーン飛んで、やばかったです。車の差はでかいな。でかいっす。いや、この車でこれは正直びっくり。びっくりです。僕ら出ないです、この車で。出ないです。2秒地か、杉谷君の。いやてか次さんがちょっと異次元、異次元に早い。でもさ、Z でさ、本当今日ここまで来れるって正直思わなかった。土屋さんにも Z ヘビースやばいから本当に Z で来るのって言われてたんで、Z はやばい。ここはいやだからそれで今日勝てたのはちょっと嬉しい。いやすごいよ。嬉しい。本当嬉しいです正直。参った。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はじゃあ僕あの勝利で、僕勝利で。どうもすいませんでした。すいませんでした。どれか写真もお願いします。写真もお願いします。どうもすいませんでした。すいませんでした。どうも。むかつくわ。むかつくわ。ありがとうございました。いやでもなんか冬の陣と連勝ですね、軍祭は。ああそっか、冬もタイム一番。そうだ。いやでも怖い。でもこの怖い。いや怖いよ。怖い。本当一人だと怖いです。本当あんな一生懸命走って2秒落ち。信じられない。信じられない。信じられない。けど豆号でこの3分切るっていうのもすごい。めちゃくちゃ速いんですよ。すごいですよ。すごいですよ。土屋さんだから腕があったら。この熟練の本当技。技ですよ。本当。いやだけどな。ぶっちぎったと思ったんだけどな。いやいや、いやいや本当でも早かったです。皆さんありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、このカープライムヴィンテージタイムは、夏の陣、杉尾さんの優勝。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、昨日ダメだった分、今日は嬉しいぜ。昨日なんかあったね。昨日ギアなんか富士スピードウェイでなんかあったよね。昨日あってなんか2回ぐらいピット入って、うん、悔しい思いしたんですけど。県外でした。県外だったんで、もう。まあ、ホンダ勢としてはね、一生懸命頑張ってんだけど、日産とトヨタが早かった。ね、ストレート早かったですね。全然追いつかない。スリップ入っても置いてかれる。ホンダじゃ今回苦しかったですね。そう。いやでも本当ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。イニシャル D バトル行ってみたいと思います。S2000 城島俊也ワンハンドステアで頑張っていきたいと思います。峠バトル頑張っていきます。はい。
司屋さん。すげえ攻めてんな。ロ君早い。ああ、次へ86におられたな。Z 早い。
Z も全然余裕っていう感じ。ブレーキ。マジか。ABS 誤作動起きました。や ABS やっぱダメなの、石になった。やっぱ ABS 怖いなの。怖い、石になっちゃったな。いや信用しちゃダメなの。まあいけるかなと思ったけどダメだ。飛ばしすぎだって。あそこの上りのヘアピンで行きました。ヘアピン、まあ、ABS ロック。あ、で、バイか。そうそう、石になってたよ。石になる、やっぱ怖いわ。いや怖い。変えてきたけど、やっぱ攻めるとダメだね。だいぶ攻めるとダメ。攻めてたよな。結構攻めてたよ。そんなに行っちゃって大丈夫ですかっていうぐらい攻めてたよ。いや、完全に一人で楽しくなってきました。あー、割れた。そう、なんか単独チャンピオンだから俺ってすげえだろうみたいな。ちょうどだんだん調子乗ってきたらやっぱダメだね。調子乗るとこうなるってことだ。軍災の怖さを知ります。そうやっぱ Z の ABS のこう固まるのは怖いね。怖いっすよね。俺は後ろから見てたけどさ、あれどうしちゃったのかな。さあ、ということで単走優勝は杉尾さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。イニシャル風バトル風は我々の勝ち、はい、そうですね。まあちょっと図に乗ったかな。図に乗ったかな。
ルンルンルンで行っちゃいましたね。だいぶ。いや、やっぱりね、あの峠道はルンルンしちゃダメだな。ダメだね。やっぱ抑えないと。抑えないとダメですね。楽しくなりすぎちゃいました。そうそうそう。まさかでもあそこで行くと思わなかった、ABS は。上りだから行かないかなと思ったんですけど、うん、って感じでしたね。行っちゃったね。行っちゃった。まあ、その映像はオーユーチャンネルとパープライブで。パープライブ、多分絶対乗ってると思います。いや、美味しいと思いますよ。美味しいですね。はい、ということで、パープライブヴィンテージタイム夏の陣パート2終了です。よかったらいいねね。いいね。登録もね。いいね。お願いします。